い、こんにちは、レトスノーノです。3月21日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。どこでも勉強はできる。勉強する時間がありません。という、ご相談いただきますが、そういった方の多くは、勉強イコール、机でやるものといった固定観念を持っています。正直勉強はどこでもできます。例えば、わからない単語があって、それを用語集でまとめていたとします。それを覚えるために、トイレであったとしても、お風呂であったとしても、どこでも勉強はできます。受験は時間との戦いです。1分1秒でも時間を無駄にしない覚悟を持ちましょう。それでは3問に入ります。それでは問1ですね。代理の問題です。A から委任を受けた代理人 B が適法に副代理人 C を選任したとき、代理権は B から C に移り、B は代理行為を行えなくなる、丸か×かということですね。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご覧ください。で、この問題文の状況としては、A から委任を受けた代理人 B なんで、A から B にこれ代理権が授与されますよね。与えられますよね。そうすると B は代理人だと。で、B が副代理人 C を選任したと。まあそういう状況ですね。で、副代理人を選任した場合、代理権どうなるかっていうと、B の代理権で消えないんですね。つまり、B と C が代理権を持つ状態になります。したがって、この代理権は B から C に移り、B は代理行為を行えなくなる。これは誤りなんですね。B も代理権持ちますし、C も代理権を持つ。まあ、したがって、答えは×ということになります。まあ、ここにも書いてある通り、代理人が副代理人を選任しても、元々の代理人、これは B さんですね、の代理権は消滅しません。つまり、代理人 B も副代理人 C も代理権を有します。有するっていうのは代理権を持つってことですね。で、副代理は意外と覚えていない方多いんですけれども、まあ、出題者としても、受験生の盲点である副代理、これは出題したくなる部分なんですね。なんで、しっかり覚えてください。で、問2ですね。営業保証金の還付が行われ、高県知事から営業保証金の不足額を供託する旨の通知を受けた場合、A は通知を受けた日から1週間以内に供託し、供託した日から2週間以内に高県知事に届け出をした場合、宅建業法違反となる丸か×かという問題です。で、答えは、これは宅建業法違反になりませんので×ですね。営業保証金の不足額は、免許経営者から供託すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に供託し、供託した日から2週間以内にその旨を免許経営者に届け出なければなりません。で、今回の問題っていうのは、1週間以内に供託しているので、これ宅建業法違反にならないんですね。これ単に数字を覚えている方っていうのは、これ2週間だから誤りって思った方もいると思うんですよ。つまり問題文は1週間になってるから誤りだってことですよね。そのやり方をしてると、まあ、今回はね、×と答えられたかもしれないんですけれども、いろんな問題出された時に引っかかっちゃいますよ。単に数字を覚えてるだけだと。今回、ルールとしては2週間以内に供託しなさいっていう話で、今回1週間以内に供託したから違反にはならないって話なんですよ。そこちゃんと理解してほしいんですよ。そこを理解してない方が意外と多いんです。単に2週間じゃなくて1週間になっているから×だって答えている人って意外と多いんですけども、それやっちゃうと、この問題は正解しても違った問題で引っかかっちゃいます。しっかり流れをですね、頭に入れておくってことが理解学習なんですね。まあ、細かいことを個別で覚えるんじゃなくて、流れ、ストーリーとして覚えていく。で、これが重要なんですね。で、何を覚えるかよりも、どのように勉強していくかの方がずっと重要なんですね。なので、まあ、個別指導では、まあ、そういった内容をお伝えをしております。まあ、今回の還付の流れについても動画でですね、お伝えしておりますので、個別指導の受講さんは個別指導のメルマガからそちらご確認いただければと思います。で、問3ですね。幅員3メートルの弦に存在する道で、建築基準法適用の時、現に建物が立ち並んでいれば、その道路は建築基準法上の道路である。丸か×かという問題ですね。答えは×です。で、まあ、これはですね、昨日の問題の類題なので、解けないとダメですね。幅員4メートル未満の道、幅員っていうのは幅ですね。幅が4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものについては建築基準法上の道路になります。しかし、
特定行政所の指定がなければ、その道っていうのは建築基準法上の道路にはならないんですね。まあ、実際に、狭い道の奥に建物が建っている場合ってあるんですよ。で、そういったところっていうのは、その狭い道について、特定行政庁が指定することで、建築基準法上の道路とみなされるんですね。で、その結果、建物を建てることができるわけなんですよ。まあ、基本的に4メーター未満の狭い道に接していても、その道が特定行政庁の指定を受けていないと、建築基準法上の道路とみなされないので、建物を建てること、まあ、建て替えとかですね、はできないです。なので、建物を建てる際に、接道している、つまり、まあ、接している道路が、建築基準法上の道路かどうなのか、それはすごく重要だっていうことなんですね。もし建築基準法上の道路に接していなければ、建て替えができないので、そんな土地買ったとしても、建物建てれないってことになるわけなんでね。まあ、非常に重要だと、まあ、いうことになります。まだチャンネル登録していない方は、上のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。